皆さんお気よ入えー、今回、ゆらめさんってユーチューバーの方があの、全部ね、自分の癌で余命宣告されたとかあの、婚約した彼女がなんか外人で亡くなったとか、まあ、ほぼほぼ8割方なんか作り話で嘘だったってことを認めましたよね。で、その後に、あのゆらめってやつは何なんだ、バカなんだとか自分のことを言う自虐動画出してますよね。まあ、それも顔出さずに。で まあ僕はまあ彼をあのその,ガンの動画で知ったんですよね。まあ、ちょっと前に、龍さんっていう方で、あの余命宣告受けて癌で、で、結果的に、ね、YouTube 活動をしてる最中に亡くなってしまった方がいて、まあ、それと同じような類の人なのかなって思って、でも、まあ、動画見てるうちに、あ、これなんか、嘘なんだなっていうのを分かったんですよね。まあ、僕がこれ、最初はでも本当だと思ったんですよ、ゆらめさんも。龍さんみたいに、本当に。 あの若くて余命宣告されちゃった人なのかなと思ってでコメント欄見てもね本当になんか y o さんのコメント欄と同じような感じで親身になって心配してる人が多かったからでもあれってあの全部あの「お前それ嘘だろう」とかいうネガティブコメントは彼が消していたんだよねで徹底的な、まあ、演出だったってことで、まあ、本人もまあ認めてるし、まあ、僕も途中でまあリスナーの人意見とか聞いて怪しいなと思ってやっぱこれ嘘でしょってまあ途中で気づきました。で本人もね今認めて でやっぱ自分に対して批判 <laughs> よくわかんないねメンヘラっぽい動画出してますよねイラムってやつは崩れ最低だみたいなで結局彼はじゃあ何がしたいのかっていう話になるとあの YouTube の再生数を稼いでお金を稼ぎたいっていうまあ結論なんだよねそのために別に手段は選ばないっていうことなんですよねで今回のがんの動画何本か出して、まあ、その後やっぱこれ嘘でしたとか、まあ、自分を批判する動画とか もう560万、まああのー、が入ってくんじゃないのかなって僕は思うんですよね。ままあがっつり稼ぎましたねでそのことに関して別に批判もしないしなんか「こいつ最悪じゃんクズじゃん」とか別になんか言いたくないし別に思わないんですよね。でなんでかっていうとやっぱ世の中って今そうなんだよね、まあ、全てそんな感じじゃないですかって僕は思います。 まあ、全てはちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、例えばアントニオ猪木があのストロングスタイルであの、新日本プロレス最強、アントニオ猪木最強ってあの、当時すごかったですよね、まあ。僕らのお父さんの世代が見たら、アントニオ猪木っていうのは一郎とか中田みたいな感じで、めちゃくちゃかっこいいあのスターでヒーローだったんですよね。まさか八百長してるとは思わなかったんですけど、でも後にね、その新日本プロレスのレフリーが、 アントニオイ猪木は全部八百長だったっていう暴露本を足して結果的にまあ八百長でしたって分かったわけですよね。でそれもその時はみんなねあの手に汗握って猪木最強だとか夢見たわけじゃないですかでも結局ね暴露したら、まあ、全部あのショーだったってことが分かったわけですよね。とかヒカルなんかもそうだよね最近あのガーシーチャンネルっていうね <laughs> あの彗星のごとく現れた暴露系の人があの ヒカルのぼったくりバーは全部あれやらせだろうとかまあ裏取れてるんだぜって。で、ヒカルももうやらせだったとか、まあ、自分はたくさん嘘ついてるとか認めてるじゃないですか。で、ディズニーランドにしても、あのー、やらせとは言わないけど、ミッキーの中に人入ってる可能性が高いですよね。でもやっぱ、なんか騙された方が俺たちは楽なんじゃないのかなって思うんだよね。楽で楽しいみたいな、なんか、 知らぬが仏というか、そういうなんか考え方もあった方がいいのかなって思う。なんでもその真実を知る必要はないのかな。知れば知るほどつまんなくなるとも思うんですよね。例えば労働することも結局さ、いくら自分らがひたむきに一生懸命頑張っても会社っていうのはピラミッドになってあの上の人たちほどはねその儲けらんなかったりするシ,システムじゃないですか。 で結局ねあの一生懸命頑張って会社にご奉仕しても自分がもらえるお金はなんかそのねちょろっとだったりとかしてなんかい,いように使われてたりとかするじゃないですかふた開けてみたらでもそんなこともなんか考えずに気にせずになんか会社に騙されて一生懸命働いてなんかいいやつで書いたでその後に入るお風呂は気持ちいいとかその後に行くご飯はうまいであのボーナスもある有給もある。 で給料もちゃんとあってなんかなんとか生活できてまあ楽しい幸せとかねあの実際はもっともらえるはずなのに会社の方の取り分が多いとか真実が分かれば分かるほどなんか人生ってつまんなくなると思うんですよねそういった意味であのそのゆらめさんをいちいち批判する必要はないっていうのが僕の考えになりますよねでまあその騙されてしまった人だから本当にゆらめさんを批判していいのは 本気で彼のことを心配してあの癌で本当にいてもたってもい,いられなかったでなんとかしてあげたいとかでも実際嘘ですって分かって、まあ、本当に裏切られた人はまあ批判してもいいのかなって思うんですけどでも実際そういう人って結構少ないと思うんですよね途中で気づき始めたからだからまあみんなねそのまあズルをして嘘をついてなんか数値を稼ぐお金を稼ぐっていう なんか世の中で、まあ、そういう人が笑って、まあ、真面目にね YouTube なんかもせずにあの普通に労働してひたむきな背中してる人が、まあ、取り分が少なかったりとかいろいろ持ってかれちゃったりとかして、まあ、残酷な一面もあるかもしれないんですけど、まあ、それでも、ねまあ、僕は、まあ、清く正しくなんか生きていくっていうことがあの一番強いと思うんですよね。まあ、自分がね、まあ、そっちの 今言ったいい方の,あの立ち位置にいるとは思ってないんですけど <laughs> まあそういうことなのかなって思うんですよねだからあのガーシーチャンネルとかもねすごいじゃないですか暴露とかね、まあ、好きな人がねい,いっぱいいて本人ももうあれもこれもってバンバンやってすごいお金稼いでるわけじゃないですかだから、まあ、そういう,もう社会なのはもう否めないから、まあ、その中で自分がねどう思い なんかかどう行動すするかっていうことですよね最終的には自分自身のことになるじゃないですかって僕は思いましたではちょっと今回真面目にお話しましたナム、まあ、さんに関して別に批判もないですしナイス達也をより上に行く <laughs> あら荒稼ぎをする強い YouTuber なんだなっていう印象ですねまあ一言で言えばねアントニオニョキと一緒でとかディズニーランドのミッキーと一緒で、まあ、エンタメ 紙一重いたらフォアを起こしてないからねって話ですよね。まあ人の感情をもてあそんだって感じで。まあ本人もね自分は悪くねえって言ってるから、まあ、まあそれはそれ,それでいいんじゃないのかなと思います。まあ、まあ、あれがガチャガチャいちいち怒ったりなんか不快になったりするだけね俺らが無駄だよねって話です。であとまあガーシーチャンネル見て思うのが天、まあ、チムとかヒカルとかライバーの飯田とか、まあ、全部黒だって言ってるじゃないですか。 で僕らが見てね普通のなんか精神状態で普通のニュートラルな価値観でなんかうさんくさいよねなんか怪しいよねって思う人っていうのはあの実際黒ですよね <laughs> っていうこともなんか分かりました例えばね與座翼なんかをひろゆきはあの本当に彼が FX 株で儲けていればわざわざあの一般の人からあのメンバーシップとかお金巻き上げようとしないって言っていたんだけど。 本当その通りだと思うんですね。別に与沢翼がね黒だとは言わないんだけどだからそうやってね俺らはその鼻を利かせなんか勘を研ぎ澄ませて生きていくってことが非常に大事ですよねなんか本質を見極めるいかに自分の物差しを強くしていくってことが試されるあの昨今だと思いますではどうもありがとうございました